どうも皆さんこんにちは、のってんです。はい、はい、東京ですね。新居のルームツアーをやっていきたいと思います。見せるぞー。はい、引っ越してからお家のルームツアー見たいっていうコメントが結構あったんで、今回企画してみました。いやでもなんかお家を見せるってさ、私のことを包み隠さず見せるみたいな感じでちょっと恥ずかしいんだけどねで、この撮影部屋以外にも編集部屋とかリビングとか、あとは寝室兼ポコタの部屋とか、いつもなら見られない場所も紹介したいと思いますので、ぜひこの機会に見てみてください。ということで早速紹介していきましょう。じゃあまずはここだね、撮影部屋。ちょっと噛んだじゃあちょっとカメラ持っちゃおうかな、手持ちカメラ。よいしょ。はい、ということで実は撮影部屋はこんな感じでした。じゃじゃじゃーん、ババーン照明だらけ。はい、実はね照明が3つもありました。これ知らなかったでしょみんなで、結構シンプルで棚が2個だね。ちなみに私の撮影風景はいつもこんな感じです。机があってカメラ、うんうん、いつも見てる風景だな。よし、じゃあ棚軽く紹介しちゃおっかな。はい、この棚はサブチャンネルの企画で屋台風にした時に使ったやつなんだけど、もうなんかいろいろ置き場になっちゃってますこっちの箱にはなんか袋系、小分けする袋とかで、こっちがいろいろ使うもの、ハサミだとかペンだとかノリとか、結構ね文房具系のものが入ってます。意外とこの棚は便利でした。よかったよかった。で、なんかよくわかんないけど盆栽みたいなやつ置いてますこれ意味あんのかなそして次こっち、ここにはね結構企画で使うもの、材料とかおもちゃとかが入ってます。まあでもね、あんまりちょっとネタバレになりそうなんで軽くモザイクかかってると思うんだけど、これからの動画楽しみにしていてください。うん、こんな感じの撮影部屋でーす。あ、ちなみに上はなんか適当に貼ってます。取れてるね。よし、じゃあ次はリビング紹介したいと思います。いくぞー、ゴーゴーゴーリビングはい、ということでリビングに来ました。のってんちのリビングはこんな感じ。じゃあ待って、ポコポコ来たの。ポコもね基本的にはこのリビングにいることが多いです。ポコこんにちはカメラが気になるね、かわいいよし、じゃあねポコと一緒にリビング紹介していこう。おはい、改めまして私んちのリビングはこんな感じです。じゃあまずこっちから行こうかな。こっちはね服とかカバンとかかけるポールがあります。こんな感じだね、黒っぽいやつ。もうこのオレンジの服はねめちゃめちゃ愛用してる。そろそろ暑くなってきたんだけどね。ねポカで、これが黒いワゴン、結構ね使用頻度が高いものが入ってます。泣いたカメラが気になる。うわー、で次こっちリビング。前の家のルームツアー見た子はね結構わかるかもしれないんだけど、ソファーとか机とか自体は同じやつです。変わってない。これはグレーのソファーかな。結構ね背もたれが高めで疲れにくい感じで気に入ってます。でこっち机もね、これ普通の机に見えて実はこたつなんだよね。そこがめちゃめちゃ大好き。なかなかおしゃれなこたつってないからね、これはもうしばらく愛用していくんじゃないでしょうか。そしてみんなが気になってたであろうテレビ、これね実はテレビ台注文してあるんだけど、なんと納品まで半年ぐらいかかっちゃうやつだったんだよねだから夏頃まではずっとこんな感じです。頑張りますで、これこの木ね、これ実は最近買いました。ウーベランダっていう木のフェイクのやつです。ちょっとねポコがなんか食べたりいたずらしたら怖いかなと思ったんで、本物じゃなくてフェイクにしました。いいよね、最近のフェイクってすごいよね、めちゃ本物っぽい。で一応フェイクなんだけど、万が一ねポコタが食べちゃうと嫌だなと思ったんで、なんか猫の噛み癖直すみたいな苦い液も塗ってあります。だからね安心。そしてこの横にはポコの大好きな丸太、結構ねここに入ってくつろいでます猫ちゃんって段ボール好きだよね。このバリ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 、あれポコどこ行った。あくつろいでるかわいい、いいね、猫ちゃんは癒されるねそしてそしてこっち側にはボーン、ポココーナー。ポコの飲み水があったり、あとはねケージがあります。ドカーン。でこのケージの上にねこんな感じでいつもおもちゃを置いてるんだよね。おもちゃ箱
最初はポコと一緒に遊んで片付けるときにポイポイポイって入れてたんだけど、なんかねポコがこれがおもちゃ箱って覚えたみたいで、最近はねこっから自分でおもちゃを選んで加えて床に降りて遊んでます。あ、もうこれこそそうだね、ポコが勝手に出したやつさっきねこっちにあったやつ、これも多分そうだね、これで遊んだみたいです。ポコ、これ楽しかったの？そしてここが寝室、じゃじゃーんこんな感じのベッドで寝てます。ちょっとポコのベッドじゃないんだけど、そこで、ここは寝室兼ポコの部屋で、こんな感じでね、ポコのキャットタワーとか、あとはポコのね椅子とかいろいろあります。ポコグッズがいっぱいあるね、この部屋は。で、このキャットタワーめちゃめちゃポコのお気に入りなんだけど、なぜかねこのてっぺんだけには絶対に登らないちょっと怖いのかな、意外と僕は高所恐怖症なのかもしれない。そしてこれが私のベッド、これはプレゼントしていただいたアイマスク、もう寝るとき超愛用してるやつとか、あとはね最近よく使うのがこのプロジェクターだね、これ超いいよ。寝るときにアニメとか映画とか見ると本当なんか幸せに眠れる。まあホラー映画とか見ると逆に寝れなくなっちゃうんだけどねで、お布団はシンプルなグレーのお布団。そしてあとはポコグッズだね、これもこの前いただいたやつです。ポコね、めちゃめちゃお気に入りなんだよね、これ。もう朝起きたらここでね、いきなり遊んでたりするよお、行くのか行くのか、お、行った、なんかちょっと恐る恐るなんだよね、ポコ、ビビリ出ちゃってるよ近っ。そして最後、編集部屋はこんな感じです。じゃじゃーん、めっちゃいいめっちゃいいお部屋でしょ。そう、私実はクリスマスがめちゃめちゃ大好きで、この部屋は年中クリスマスみたいな感じになってます。いや、いいね、クリスマスツリー、なんかさ見てるとハッピーな気分になってくるよね。はーい、幸せ。ここにも可愛い猫がいるうわっ、ポコ、どうしたどうした。じゃあ順番に紹介していくと、まずこれ、あ、これが空気清浄機で、ここがもうふわふわの椅子だね。結構ここに座ってくつろぐことが多いです。よいしょめっちゃいい、イエーイ。なんか見てる。で、こっちの横にはポコの椅子、一応ね寝室にもあるんだけど、この編集部屋にもあります。結構ねポコはここで編集を見守ってくれることが多いです。そしてこっち側には虎の机、そう、本当はね、ここにコーヒーとか置くサイドテーブルだったんだけど、ここの裏が窓になってて、ポコがここに登るための台座として使ってたんで、もうポコにあげましたポコが外を見たい時はこれを台にして登ってくって感じだね。で、次がこの棚。この棚をね、使うっていうよりは飾りとして置いてます。キャンドルとか、ネズミのぬいぐるみとか、クリスマスの飾りだね。このサンタさんはなんで星になっちゃったのか不思議だったんで買ってみました。え、何があったんだろう。で、この上にも飾りがあって、こっちにはオーナメント系だね。まあ、このオーナメントは飾ってるっていうか、どこに置けばいいか分かんなくて、とりあえず書きたいよって感じです。で、みんな編集部屋なのにパソコンがないじゃんって思ったでしょ。実はじゃじゃん、ここにありました、イエーイ。そう、実は編集するスペースとリラックスするスペースっていうのを分けたかったんで、このさっきの台が置いてあります。いいよね、もうこっちがリラックスで、こっちはもう完全編集。中に入ってみると、じゃじゃん、こんな感じ。画面は2個。でもね、実はこの部屋にも問題があって、このリラックススペースに机が欲しいんだけど、まだないんだよね。あー、どうしよっかな、机がないな、欲しいのに机がないな。そんな時はこれ、パズニャン。パズニャン？何それ。猫ちゃんたちと一緒にパズルをして、お部屋を可愛くリフォームしたり、猫ちゃんを育てたりできる、とっても癒されるゲームにゃよ。面白そう、早速やってみよう。はい、ということで早速パズニャンやってみようと思います。で、さっきポコタも軽く説明してくれたんだけど、このパズニャンがどういうゲームかっていうと、パズルをクリアして可愛いニャンコたちを集めて育てたり、お部屋の家具をカスタマイズして猫ちゃんたちと一緒に素敵なお家を作り上げるぞっていうゲームです。よし、じゃあ早速始めていきます。それではスタート。ポン。
かわいい。そう、私のお家には今2匹の猫ちゃんがいます。かわいいよね。で、この床に座ってる子めっちゃポコタイ似てる。かわいい。で、もう1匹が白黒の猫ちゃん。よし、じゃあパズルもやっちゃおう。ゴー、スタート。お、目標猫ちゃん45匹。で、どんなパズルかっていうと、こんな感じでいろんな柄のピースがあるんだけど、それをスワイプして同じピースを3つ以上揃えるとピースが消えます。で、一気に5個とか消すとブースターっていうすごい強力なアイテムとかが出るから、できるだけ一気にいっぱい消すっていうのがいいね。よし、やってみよう。よし、じゃあこのミルク消そう。ポン、オーケーで消えた。いいね、いいね。じゃあ次はお魚。おー、これでこのステージは招き猫を全部消せばいいって感じかな。お、いけたんじゃないこれ。あ、やった、よくできました。かわいい猫ちゃん。いけいけいけ。トランポリンで跳ねてる。すげえ。お、完璧です。やったー。いいね、ルールも簡単で夢中になっちゃう。お、このマーク押してて出てる。ポン、新しい家具。あ、さっきパズルでクリアしたコインで新しい家具。あ、待って、ちょうど机がゲットできるっぽいぞ。私の欲しかった机、やったー。3種類から選べる。どうしよう、みんな、どれも可愛いぞ。どれも可愛い。迷うけど、せっかくだから、このなんか王様気分みたいなのしちゃう。私王様なんで。よし、これで OK。 うわー、すごい、一気にいい感じのオチになった。あ、可愛い、気に入ってくれた。ここはこんな風になれるのか。めっちゃびっくりしてる。あ、喜んでるね。よかった。ちょ、せっかくだから今ゲットした机、部屋に飾ってみたいと思います。まあ、これはリアルではなく編集の力なんだけどね。はい、ということでお部屋に来ました。果たしてね、どんな風になるのか、入れよう編集の力。はっ、お、めっちゃオシャレ。いい感じじゃない？なんか貴族っぽい感じになりました。やったで、パズルをクリアしていくとリフォームできるお部屋がどんどん増えてきます。ここが猫吉。ポン、あ、にゃんにゃんにゃんだよ。かわいい。この猫吉ではね、猫ちゃんのお世話ができるんだよね。うん、なんかトイレっぽいところやばいことになってる。これ掃除してあげよう。イエーイ。あ、めっちゃ綺麗になった。よかった、ごめんね。で、お水飲み場追加。イエーイ、いっぱい飲んでね、猫ちゃん。あ、なんか猫ちゃんの中足のみたいなの上がったね。よかった。イエーイ、かわいい。あ、尻尾がピンピンだね。猫ちゃんね、尻尾が上に上がってるとなんかウキウキって感じみたいです。嬉しい、かわいい。とことか歩いてる。みんな気ままでのんびりしてます。そして今パズニャンではハローキティコラボイベントがやってるみたいです。で、コラボ記念のログインボーナスっていうのがあって、ログインするとゲーム内で使えるアイテムがもらえちゃいます。これは嬉しいね。手強いパズルが来ても心強い。ハローキティの限定部屋っていうのがあって、最初はなんか荒れた山みたいな感じなんだけど、パズルをクリアしていくと、じゃじゃーん、可愛いテーマパークに大変身しちゃいます。いや、これは衝撃のビフォーアフターだね。めちゃめちゃ可愛い。私の猫ちゃんたちも嬉しそうです。そしてハローキティのコラボステージっていうのもあるみたいなんで、やってみたいと思います。 GO! スタート。可愛い、ハローキティがいる。わー、さすがコラボステージだね。ちゃんとハローキティがいる。よし、じゃあ私はパズルをやるぜ。 GO! よし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 。おお、ハローキティ強い、めっちゃ強い。よし、オッケー、クリア、よくできました。これ毎回嬉しいね。お、なんかメーターが溜まった。よし、じゃあなんか8まで行くといいことありそうだから、8までやっちゃおう。行くぞ。すごいすごい。よし、行け、ドン。いいねいいねいいね。おー、やった、クリアした。おー、8ステージクリア。さあどうなるか。ハローキティのアバターもらいました。わー、嬉しい。あ、ハローキティとパズニャン限定のハガキまでもらえちゃいました。これめっちゃ可愛いね。8ステージやる価値あり。あとね、ハローキティのスタンプイベントっていうのがやってて、パズルをクリアしていくとスタンプがもらえるんだけど、コラボ期間中に10個スタンプを集めると、じゃじゃーん、
ハローキティのハッピーバンパーカーが手に入っちゃいます。これめちゃめちゃ可愛いよね。ちょっとタップしてみよう。ポッ、うわすごい、思ったより早い。可愛い。あ、遊んでる遊んでる。よかった、気に入ってくれたみたい。持ち上げた。うわ予想外すぎる。まあね、でもとっても楽しくていいんじゃないでしょうか。イエーイ、気をつけてよ。はい、ということでいかがでしたでしょうか。パズルは爽快感があって気持ちいいし、もう何よりね、猫ちゃんがめちゃめちゃ可愛くてとっても癒されるゲームでした。あとはね、部屋がどんどん素敵になっていくから、現実の私の部屋ももっといい感じにしたいなって思いました。パズニャンとハローキティコラボもとっても可愛いので、気になった方はぜひ概要欄から詳細を見てみてください。そしてパズニャンとハローキティの初コラボ記念ということで、 Twitter でフォロー&リツイートすると Amazon ギフトコードがもらえるっていうキャンペーンもやってるみたいなので、その詳細も概要欄に貼っておきます。はい、ということで本日もご視聴ありがとうございます。チャンネル登録ポチ、グッドボタンポチ、よろしくお願いします。それではじゃあねー。